はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、ハルキジキューでーす。2019年のですね、12月にですね、皆様の方ですね、2019年で一番面白かったゲームを教えてくださいというですね、投票の方を私の方がお願いいたしました。そちらですね、上位に上がりましたゲーム、ベスト5ですね、の集計が終わりましたので、今日はね、そちら、皆様が選ばれました2019年ゲーム、ベスト5をご紹介したいと思いまーす。はい、ということですね、2019年もね、もう終わってしまってですね、意外や意外、私ね、2018年ぐらいからですね、2019年になるときね、失速するんじゃないかなと思いましたけども、いろんなね、ゲームが出てきましたので、その中からね、皆さんに選んでいただきましたゲーム、ベスト5をね、順次ご紹介したいと思います。まずはですね、第5位はこちらですね、グルムヘイブンですね。いやー、出ましたね、グルムヘイブンね。私も2019年随分遊ばせてもらいまして、英語とね、戦いながらですね、あれやこれやこっちやこっちやとか言いながらね、このルールが違うんじゃないかとか、いろんなことを言いましたけども、こちらが第5位になってましたね。まあ、ついにですね、この2020年にですね、日本語版もね、登場しますということで、BGG ランキングナンバーワンですね、誇るこのゲームが第5位にランキングということになりました。というか先行版がですね、これ12月に出たばっかりですから、投票した皆さんはですね、英語版のプレイヤーばかりという猛者だということで、いかにもね、このザ・ゲームギャラリーのですね、まあ皆さんね、視聴者さんらしくてですね、まあ最高だなというふうに思いますね。で、このグルムヘブンですけども、すでにですね、こちらのね、拡張セットですね、フォーゴットンサークルがね、出ていてですね、これの基本のグルムヘブンにですね、シナリオがまあ追加されるということと、新しいね、プレイヤーキャラクターがね、追加されるというセットになってるんですけども、こちらもすでに出てるんですが、今年のですね、2020年にはですね、独立拡張のですね、ジョー・オブ・ザ・ライオンですね。で、さらにですね、その後の2021年、来年ですよ。2021年にはですね、フロストヘイブンが待ってる。いやー、さっき期待行くんですね。どのね、いろんなね、ゲームありますけど、欧米のやつってですね、基本セットが出たとみんな期待行っちゃうんですね。必ず寒いとこ行っちゃうもんですけども、2021年にはグルムヘイブンのフロストヘイブンが出るという年の入れようになっておりますね。で、特にですね、今年発売されますんでですね、ジョー・オブ・ザ・ライオンですけども、まあ、カジュアルにね、プレイされることを念頭に開発されているということをお聞きしていまして、いろいろね、タイルがね、あったと思いますけども、あれを全部カットして、マニュアルのですね、この本をパカッと開いたらですね、片っぽにマップ、片っぽにそのね、シナリオが書いてるということで、もうマップの紙の上にコマを置いておけばいいというですね、非常にシンプルなゲームに仕上がっているそうで、こちらもね、楽しみですね。で、こちらですね、感想いただいてますけども、ハミリカルさんですね、まあ、2年近くですね、プレイしてきてですね、未だに面白くですね、続きが気になってるというのはすごいですということで、拡張込みですね、すでに60シナリオね、プレイされているということで、まあすごいですね。で、先日ですね、プレイされたセッションで2キャラ目がね、引退し、すごいですね、私まだ、ね、1キャラが卒業してないんですけどもね、2キャラが引退して、やっと使えるキャラ全てアンロックしたので、仲間と一緒にマップを眺めながらですね、あれやこれやと話をしていましたと。マップに数多く貼られたステッカーに触れるたびにですね、2年かけた冒険が一つずつ思い出されて、俺たちもここまで来たかという、まさに感無量でしたと。今までね、あまり意識してプレイしてこなかったんですけども、このシステムは本当に素晴らしいですというね、ご意見いただいています。特に日本語版も発売されましたし、もっと多くの方々にこの感動を味わってほしいと願っていますというですね、コメントをいただきました。いやー、本当に素晴らしいですね。私もね、2019年本当にたくさんゲームしましたけど、グルムヘイブンね、いやー、印象に残ってるゲームでですね、素晴らしいと思いますってね。今回ね、5位になってますけどね、これ、ね、やってるみんな英語版ですからね、投票してくれてですね、英語版の強みでね、頑張れるというね、すごい方ばかりなので、2020年にはまた、ランキングに来るんじゃないかなと思いますね。そしてですね、第4位ですね。第4位はこちらですね。ウィングスパンですね。2019年のですね、初頭の方からですね、もう国内の方にはね、輸入されていた方を中心にですね、プレイされていてですね、軽量級のゲームということでですね、話題が広まってですね、日本語版発売までね、リリースされたストーンマイヤーさんの作品ですね。で、これ、軽量級なんですね。私何度も言いますけども、黒ポーンね、赤ポーンありますけども、赤ポーンはね、めちゃめちゃ軽いゲームですよね。BGG レートで1点台ですね。で、黒ポーンが BGG レート2点台。つまり中量級より下なんですよね。なので、いわゆるファミリーゲームに近いカテゴリーなんですけども、その中の方で、いろんなご意見伺います。このウィングスパンね。日本語版が出てからですね、あまりプレイされてないっていうのも同時にお伺いしますし、逆に、いやいやいや、うちではすごい回ってるよって聞くので、やっぱヘビーゲーマー向けではなくて、入門用とかですね、まあゲーム会のところでちょっと初めてやりたいんですよなんていうことをやるには非常に回ってますよって聞くので、プレイする層はね、非常に分かれたっていうところがはっきりしたゲームなんじゃなかったかなという話もありますね。で、特に一部のカードがね、強すぎる的なね、発言もね、あったりですね、お話も聞きますが、まあ、ストーンマイヤーはね、いつものことです。最初の方のバランスがやっぱ悪いんですよね。サイズが奇跡的に最初から良かったと言われてるゲームなので、なかなかね、次のタペストリーも最初のバージョンね、すごいバランスだ
ったと言われておりますので、まあ、そのあたりの、ね、影響もあってですね、ヘビーゲーヤマさんの方からはちょっとね、敬遠されてるのかなということもありますが、全体的には非常に人気というゲームなようでございます。で、すでにですね、海外の方でですね、まあ、拡張セットね、ヨーロッパ拡張の方ね、出てましてね、国内の方でもですね、すでに2020年のね、この頭ですけども、有志の方が入手してくれされてるようで、ボードゲームギークのね、レーティングとか見ると、拡張の方が一回りね、ランキングが高い、評価が高いというようになっているので、ワイナリー式同様ですね、拡張を出すのをね、繰り返していくことによって、まあ、バランスを探っていくんじゃないかなという、同社のいつもの戦略というような気がしますね。で、コメントですけどね、タロタロさんですね、まあ、コンポーネントのね、美しさとですね、ヘビーゲーマーとライトゲーマーがね、同時に楽しむことができますよというですね、絶妙なバランスが最高でしたと。またですね、アイドルタイムですね、待ち時間ですね、アイドルタイムのですね、取りカードを眺めていることですね、最高に楽しめるのもグッドでしたというコメントをいただいてますね。まあ、非常にね、私最初の英語版でもちろんやったんですけどね、下 の何書いてるのか分かんなかったんですけども、まあ、日本語版になってですね、あの辺も非常に分かりやすくなったということね、素晴らしいんじゃないかな、なんていうふうに思いますね。そしてですね、第3位ですね、こちらテラマラですね。いやー、2019年のね、最後私もね、ギリギリでプレイすることができてですね、こうね、今お話できて一安心しているわけですけども、デザイナーはですね、ギージアの作者のアキトカさんなんですね。ずいぶん久しぶりの作品なんですけども、共同のデザイナーの方とかですね、ロレンツィ・マレイコとかね、出されている方で、なかなかこの同時にね、組んで出されているのが最近流行るようですが、出ていますね。で、テラマラですね、ワーカープレスメントになっていて、こうね、5つのね、ラウンドがあるところに自分のコマを置いていって、そこからリソースを得ますよっても非常にオーソドックスな仕掛けなんですけども、未来のラウンドですね、将来のラウンドの強力なアクションスペースでも使うことができるということがあるのと、各ラウンドがですね、終わったら昔のやつはパタッパタッと倒れていって基本使えなくなっていくんですね。だから常にアクションが足らない、つまり第一ラウンドは最後まで全部見えているので、未来のやつはアクションを使おうと思えば使えるので、第一ラウンドが実は一番アクションスペースがね、あるっていうね、非常に不思議なゲームなんですけども、まあ、未来のやつを使ってしまうと実はそのラウンド終わるまで帰ってこないということになるので、ワーカー数が減るという、このあたりのバランスがですね、なかなか面白いゲームとなっておりました。で、こちらですね、感想しのさんからいただいてますね。まあ、システムの根底はですね、昔ながらのリソース変換してカード得点を稼ぐというですね、アグリコラを報復させるようなワーカープレイスメントでありながら、先のラウンドのアクションスペースにもね、コマを置けると。ただしそのラウンドが終わらないとワーカーが手元に戻らないというですね、それだけのルールですね、今までのプレイ感を出しているのに感動しましたということをいただいてまして、確かにね、アグリコラとかね、だん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 こうね、向こうのラウンドに行けば行くほどアクションスペースが見えてくると。で、その中で出方がね、ランダム一部かかっているので、あ、ここで出てきたか、あ、次出てくんだなんていうのは分かるっていうことだったんですけども、未来は未来のラウンドに来ないと打てないんですよね。このテラマラをもういきなり打ててしまうというところはですね、あ、思い浮かばなかったな、確かにっていうことがあって、未来を先取りできる。だけどワーカーは未来に行っちゃってるので、そのラウンドが終わるまで帰ってこないというあたりが面白くできてるというふうに確かに感じましたね。そしてですね、第2位ですね、こちらですね、テラフォーミングマーズですね。まあ、やっぱりかって感じですよね。やっぱテラフォーミング強いですよね。今年も強かったテラフォーミングマーズということで、2位にランキングされましたね。ボードゲームギークもですね、今この2019年1月現在見てますと、まあ、1位が当然グルームヘイブンですよね。で、2位がパンデミックレガシーシーズン1なんですよ。で、3位がですね、このテラフォーミングマーズということがあるので、まあ、グルームヘイブンはやっぱシナリオ系のね、マッシブテクストですね。パンデミックレガシーもいわゆるレガシー系ですよね。つまり、まあ、一発系のね、単体のゲームということでは、実質テラフォーミングマーズがですね、まだこの時点でも1位を守っているということで、いや、非常に受けているというゲームになっておりまして、このザ・ゲームギャラリーチャンネルの皆さんのね、投票の方でも2位というポジショニングを確保しているということになっておりますね。で、この2編テラフォーミングマーズですけども、2019年のね、12月、11月あたりにはですね、ターボイズね、拡張はですね、議会拡張ですね、拡張がね、やってくるのかなと思いきや、意外に生産ラインが遅れたりして、エッセンとかそのあたりの方で入手された方がプレイしてやってるよというのはですね、このタイムラインの方では流れてきますけども、全体の国内の方には流れてこなかったので、ちょっとね、ここは残念ではありますが、逆にこのね、2020年になってターボイズが届き始めると、もう一回再燃するのか、なっていう感じがしまして、やっぱりね、この人気がまだまだ続くんじゃないかな。テラフォーミングマウスレガシーなんていうのもね、聞こえてきたりしますけども、テラフォーミングマウスは今年も相変わらず人気だなということになっておりますね。そして感想ですけども、奥江さんですね、拡張が出るたびにですね、プレイするメンバーが変わるたびにですね、展開が変わって、2017年の購入時にも盛り上がってやってますと。最新拡張のね、キック、ダイモイズですね、が届くのも楽しみですということをコメントをいただいてますね。
合わせてですね、東のメンマさんの方からも感想を出てますね。今年再販されたのをですね、友人が購入されたのでプレイさせてもらいましたと。3人でプレイしたんですけども、持ち主以外の2人がね、こぞって購入するという不景態プレイでしたと。負けに負け続けてなかなか勝てなかったですが、ソロプレイを何度もやって帰った時はすごい嬉しかったですと。没入できる世界観、多彩なカード、次々販売される拡張、しかも日本語版も販売されたのは今年ではありませんが、再販で手に入れてプレイされた方も多かったと思いますというコメントをいただいていますね。確かにね、これは今、3釣りなのかな？1釣り、2釣り、3釣りまでね、日本語版出てるんですけどね。3釣りでだいぶ数を増やしたとお聞きしていますが、3釣りの次があるかどうかわからないので、まあ入手できる時に入手しておけば、この、いやーこのね、21世紀になったうちのね、名作ですよね、きっと出られますね。私も、完全に自分でずっと日本語版ではなくて、最初から英語版の方でやってますけども、完全に全てを翻訳したっていうゲームは、ほんと少ないんですけども、いろいろ手を入れて遊んでますが、長いこと遊べるゲームじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりこれは皆さんの人気も高かったですね。そしてですね、そのテラフォーミングマーズを抑えてですよ、抑えて1位になりましたのはこちらですね。2019年ザ・ゲームギャラチャンネルの使用者投票第1位はバラージでしたね。いやーびっくりしました。いやー性評高いんですよね。タイムラインとかいろんなゲーム会に行っても、まあ、ものすごい高いですね、評価。いや、バラジーよ、バラジーよってね、行く上がってるんですけども、あ、1位になっちゃうんじゃ、というですね、私の感想でございました。と言いますのでですね、アラさんに向いてませんよ、というですね、アドバイスをですね、何度ももらったんですね。いろんな方からいただいたので、私もですね、まあ、マニュアルとか見たりですね、まあ、概要とか見てて、まあ、これ確かに私に向かないかなと思って未プレイだったんですけども、いや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 、これが1位になってしまうというんではですね、まあ、さすがに未プレイでいいよというふうにも言ってられないかなという形になりましたね。で、バラエスのもですね、まあ、格好のね、ヨーロッパのですね、山岳部が舞台になってまして、上にね、ダムを作って、そこからね、水を流して水力発電しましょうというゲームなんですよね。なので、川を流れる水にダムを作って、そこから水を流していくんですけども、そこのね、土地が限られてるんですよね。だから、あ、俺のところね、発電施設流すわって、上の方でひねられちゃうと、僕のところ水が来ないじゃん、なんていうことになったりするので、水のね、経路のね、取り合いのインタラクションがかなり強めに出るというゲームになっているようですね。そしてコメントをですね、四季さんですね、まあ、選択陣営ごとの、ね、特殊能力というですね、能力強化というね、現代的な要素を加えつつもですね、本質的には水源のね、獲得をめぐる強烈なプレイヤー間のインタラクションを楽しめる理想的な、ね、ヘビーユーロゲームだと思いますと。で、世界観も経済 SF 的で好みですと。宇宙ものはですね、そこそこありますけど、この手の地味めの SF テーマはあまりこの界隈では見ないような気がしますということのコメントをいただいています。なのでですね、このバラジーですね、私の方残念ながらプレイはしておらないのですが、いやー、いろんなとこで面白いということをお聞きしましたし、いやー繰り返しプレイするにもいいなという声もお聞きするので、ゲーム会以外でもですね、カフェとか行った時でも隣のテーブルとかでプレイするの何度も見かけたんですよね。で、12月のですね、年末ギリギリになってもプレイするのを見かけたりしているので、繰り返しかなりヘビーゲームで遊ばれてるんじゃないかな。割とね、今ね、あの繰り返さずにスースースー次々っていくっていう傾向が強い時代ではありますが、かなり長く遊ばれたんじゃないかなというふうに思いますね。というわけでですね、2019年のですね、読者のね、皆様からいただきました投票でございますが、第5位がグルームヘイブン、第4位がウィングスパン、第3位がテラマラ、第2位がテラフォーミングマーズ、第1位がバラージという結果でございました。いやー、なかなかね、激戦でございました。またね、2020年もですね、皆様からね、あのご意見いただいたりしながらですね、様々なね、ベストをね、また出していこうと思いますので、2020年もよろしくお願いいたします。ということで、2019年視聴者ね、ゲーム投票のベスト5でございました。ザ・ゲームチャンネルのR99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギャラチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギャラチャンネルのR99でした。